ポケモン中毒で一切外に出てなかったからマジで疲れた。はい、手だけでモンハンウェスタお疲れ様でした。今日ね、ソロで、一人で行く予定だったんだけど、急遽武井さんたちのグループに、まあ、一緒に行きませんかみたいに誘っていただいて、まあ、一人寂しく回るよりね、人と回った方が絶対おもろいから、まあ、武井さんグループにこう侵入して、こう一緒に回ってたんだけど、まあ、おもろかったね。なんかモンハンフェスタって、おもろいわ。いや、おもろい。海王決勝戦のね、プレイとかマジでやばいよ。その、プレイヤーの方が、なんかすごい、やっぱ超うまいから、もうなんか、びっくりするようなプレイすんのね。で、その時に会場が、うわーって湧くの。で、なんか、なんだろう、こう生配信だけで見てるだけじゃ、感じられないその臨場感っていうの。あー、生で見れてよかったーって思ったわ。うん、じゃあアップデートなにしようか。でね、アップデートがバーンとこう、なに、情報解禁された時も、会場がうおーってめっちゃ湧くのね。で、なんだろう。その知らない人とも、この臨場感を共有してるっていうのかな。なんかすごいあったかいし、人間としてなんかすごくね。あと、めっちゃその新情報でワクワクするしで、ね、バカ高まったよね。で、まずは導きの地に寒冷地の追加ね。まあ、これは俺がハイパー予想で2日前ぐらいかな。で、上げた動画通りで、やっぱりまあ、悔いよねって話だな。これでブラントロスとベリオロスが、まあ、意気揚々と来るわけだ。で、カスタム強化も追加先が出て、まあ、さらになんか、さらにというか多分別の武器が、なんか、強くなるんだろうね。いろいろ前のアップデートのラージャンの溶岩地帯、ラージャンと一緒に来た溶岩地帯のモンスター倒したカスタム強化で、なんか弱かったのに、最上位じゃないけど、なんか、強武器として何なり上げてきた、武器たちいっぱいあるから、まあ、そんな感じで、今使ってる武器より強い武器が、多分、まだ名乗り出てくるはず。んで、GO がアッシュね、これね、最初は、なんか、あー、GO がアッシュかーって感じだったんだけど、まあ、もう一匹モンスターがいたということで、あ、グッドラックって感じなんだよね。で、GO がアッシュは、なんか、一応動いてるとこう出てたけど、ほとんど変わってなかったかな、陣容がと。まあ、追加技とか、なんか変な、ドリルみたいな、突っ込んでくる技とかあったりしてけど、まあ、正直ね、俺ちょっと一瞬がっかりしたんだよね。陣容が足が映った瞬間に、陣容が足かーと思って。いや、ま、普通に嬉しいんだけど、なんか100%嬉しいまでいかなかったっていうのかな。なんか、やっぱ、ラージャンが出たわけじゃん。で、ジンヨーガーシュってなると、なんか、インパクトが薄いというか、ちょっとね、あ、ジンヨーガーシュなんだ。まあ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 、みたいな感じだったんだけど、その次よ。その次に、もう一体のモンスターが追加されるってなって出て、ちょっとこいつについて今日は、めちゃくちゃ話していきたいんだけど、これめっちゃミラ系、新しいミラ系みたいな。こと言われてるじゃん。まあわかる。なんか角とかがすごいなんだろう。ミラーボレアスっぽくて、なんか黒いから、まあ新しいミラーボレアスだろうみたいな。あ、違う。新しいミラ系だろうみたいな言われてるけど、俺はね、これゼロジーバの生態だと思うんだよね。でまあ俺自身、ゼロジーバの生態系が出るってことはずっと否定し続けてきた人間なんだよ。なんでかっていうと、まあゼロジーバ初見プレイの時って尻尾になんかおひねみたいのがついてるのね。ただ、2回目はもうそれがついてないの。だからまあ、生まれた時の姿は尻尾が、なんかおひれ、尻尾のおひれついてて、でまあ、多少時間が経つと尻尾からおひれがなくなってるから、もうなんかこっちがもう、ゼロジーバの完成形だと思ってたんだけど、なんかね、タキエさんが言ってたんだよ。いやまあ、古竜のエネルギーでゼロジーバはこう、生まれてきたわけだけど、じゃあ卵はどっから来たのみたいな。で、その卵を産みつけたのが、やっぱゼロジーバの生態系。で、その卵を産みつけて、で、その卵が、まあ、古竜のエネルギー吸って孵化したんじゃないか、みたいなことをタギーさんが言ってて、なるほどと思って、そう、産みつけたらから、まあ、犯人じゃないけど、まあ、ゼノジーバの親みたいな存在なのかなって話を聞いて思ってたね。思ってたね、つか思ったね。で、ここで、なんか、きっとみんなが言いたいのは、いや、ちょっと色違いすぎじゃないとか、なんか、角とか、なんかゴツゴツしてて見た目とか全然違くないって思うかもしれないけど、現実の世界でもさ、いるやん。なんだろうなぁ。セミとか？セミ
なんかやっぱりなんか体がさちょっと透明っぽいというか、なんか生き物でもいるじゃん、生まれたてはあの体がちょっと透明みたいな、で徐々にこう成熟してって、まあ、形があの浮き上がってくる、まあ硬くなってったりとか、こう現実の動物でもいるじゃん。なんかゼロジーバってそれだったのかなっていう、めちゃくちゃ透けてるやん。それが、まあ、成長して、まあ、黒くなって表面とか硬くなって、まあ、硬くなった姿、あれがゼロジーバの親なんじゃないかなって。でさあ、このゼノジーバの成熟した姿黒いじゃん。まあゼノジーバの成熟した姿かどうかまだわかんないよ。ただ俺はそう思ってて、で黒いじゃん。俺これキンキモンスター6匹目なんじゃないかなって思ってるんだよね。まあ、キンキモンスター何かっていうと、まあなんだろう、まあそのまんまだよ、キンキなモンスターで、ミラルーツ、ミラバルカン、ミラボレアス、アルバトリオンで、グランミラオス。で、こういう人は全部黒竜なんだよね。まあ、ミラルーツとミラバルカンは、ソリュウと黄竜だから、黒竜じゃねえじゃんって感じなんだけど、まあ、あいつらはミラボレアスの黒竜の亜種だから、まあ、黒竜なわけよ。で、アルバトリオンは煉獄竜。あ？煉獄竜？広告竜か。広告竜。で、こいつも黒竜。で、グランミラオスは煉獄竜。こいつも黒竜なんだよ。で、まあ、あいつも黒いから、俺新たな黒竜でキンキモンスターなんじゃないかなって思うんだよね。ジェロシーバ自体も相当やばいモンスターらしいんだよ。でそいつのまあもう成熟した姿ってことは間違いなくキンキモンスター級だと思うんだよね。ゼノジーバが名刀竜だから、もしあいつが黒竜でキンキモンスターなら、名黒竜みたいな名前になるんじゃないかなっていう予想をしてるわ。予想というかもう妄想を膨らましてるよね。あ、そうだ。もう一個ゼロジーバーの生態系だなって思うところがあって、お腹？なんかお腹の色だけやっぱちょっと違うんだよね。で、ゼロジーバーってさ、やっぱりお腹がメインみたいな。あいつ、なんか腹がメインディッシュみたいなとこあるじゃん。やっぱりこれは大人になってもなんか変わってないのかなみたいな感じかな。まあこれでなんか全然別のモンスターだったとしてもまあそれはそれで嬉しいから、まあぶっちゃけ何でもいいわ。うん、あいつは強いやろ。ジンヨガーシュは多分俺初見で3音通過多分ないけど、あいつは初見3音通過しそうだからすっげえ楽しみなの。今さちょっと見返してたんだけど、これミラボレアスかもしれん。これなんかね、なんか顔ミラボレアスだな。なんかていや、なんかね、体ゼロジーバ顔ミラボレアスなんだよ。なんだこれ？これちょっと、ちょっと、なんかもしかしたら、新大陸の環境に適応してるミラボレアスなのかもしれん。何が言いたいかっていうと、まあ、ミラバルカンは結局火山に適応したミラボレアスなんだよね。火山だっけ？暑いとこだっけ？忘れちゃったけど。だからそんな感じで、まあ、ミラボレアスが普通に、なんか新大陸、だが、どっかに住んでて、そこに適応した新たなミラ系なのかな？なんかね、ミラボレアス俺ずっと絶対出るだろうって言ってたんだけど、アイスボーンにラギアグルスが出なかった理由って、首長いのってなんかダメらしいの。なんか、作成ゲームの開発の都合上なんか無理らしくて技術的に。で、ミラボレアスも首長いじゃん。だから、なんかこういうゼロジーバ骨格で、出したんじゃねえ説出てきたな。なんか、いや、俺一瞬なんかゼノジーバーだと、一瞬っていうかずっと今までゼノジーバーだろうなと思ってたんだけど、ちょっとミラ系の可能性が出てきたな。まあこんなもんかな、話したいことは。12月5日なんだよね。もうフロンティアが12月18日に終わるから、俺も、どうしたらいいかわかんないんだよね。いや、ポケモンの発売時期が悪かったな。もうポケモンのせいでもう、俺は全てを崩されたね。まあでも最近ね、結構ポケモンも中毒からなんかポケモン面白いぐらいになってきたから、まあ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 、こっからまたモンハンに戻って、フロンティア終了までにフロンティアもやり残したことを全部やって、まあアイスボーンで、ジンヨガーシュとあの新モンスターを頑張ってっていう、もう過労死しちゃうけど、まあもうやるしかないよね。自分の好きなことだし、もうやるわ。あと最後になんだけど、辻ピーとついに出会うことができました。
やっぱりさ、モンハンの開発って言って一番誰が頭に早く浮かぶって言ったら辻 P なんだよ。ですね、その次に、藤岡アートエグゼティブディレクターなんだよね。で、藤岡さんとはこの前お会いしてちょっとお話しすることができたんだよね。で、今回も辻岡さんじゃない、混ざっちゃった、辻本さんと、藤岡さんが一緒にいらっしゃって、まあ、そこにバーっとこう行ってね、写真を一緒に撮ってもらったりしてね、もう幸せのひとときだった。マジね、行くかどうか迷ってたんだよ、モンハンウエスター。マジで行ってよかったわ。